弦楽セレナード波長長作品48は、ピョートル・チャイコフスキーが1880年に作曲した弦楽オーケストラのための作品。チャイコフスキーの代表作の一つとして、広く親しまれている。この作品は、チャイコフスキーがモスクワ音楽院に着任した時からの親友で、チェロ奏者のコンスタンチン・カール・ロビチ・アルブレヒトに捧げられた。当時のヨーロッパ音楽について、 表面的な効果を狙ったものという批判的な感想を持っていたチャイコフスキーが自身の敬愛するモーツァルトの精神に立ち返るという意図から書いたものでありパトロンのフォンメック夫人へ完成を報告する手紙にも強い内的衝動によって書かれたものでだからこそ真の芸術的な価値を失わないものですと記しているコンスタンチン・アルブレヒト 当楽曲は彼に捧げられたチャイコフスキーは1880年9月9日付のメック夫人への手紙の中で公共曲か原楽五重奏曲の形で新しい曲を書き始めたと報告している。同月25日の手紙ではその曲が原楽合奏のための組曲になる。そして10月10日付の手紙では上実したように着手から1ヶ月程度で完成したとの報告を 行った。その中で組曲ではなく、セレナードとこの曲を説明し、出版譜のタイトルはこれを反映している。初演は1881年10月18日に、サンクトペテルブルクで、エドワルド・ナープラブニークが指揮するロシア音楽協会のオーケストラで行われた。ナープラブニークは、初演について、好評で、満場一致の要求でワルツをアンコールしたと述べている。 波長長という最も単純明快な調整で書かれ、第二学章がその属長である、都長長、第三学章がそのさらに属長である、二長長、第四学章の助走が再び都長長、主部で、波長長に戻るという五度関係を用いた緩やかなアーチ状の構成を成している。各学章には、それぞれの特徴を端的に表した章題が付けられている。 ソナチネ形式の商品と題されている通り、展開部を書く、ソナタ形式である。チャイコフスキー本人は、モーツァルトへのオマージュで、彼の様式の模倣を意図していますと書いているが、波長長でありながら、異端長の手話音で開始される、重厚な女装は、作曲者本人の色が出た、極めてメランコリックな印象深いものである。女装の雰囲気を保ち、 広々とした第一主題と細かい音符による軽やかな第二主題からなる。提示部が終わるとリピートするように見せかけて再現部を始めるというユニークな処方をとっている。コーダで助走主題が再現される。日本ではその助走が N キョアワーのオープニングや人材派遣会社スタッフサービスの広告で使用されて有名である。また、 ノルウェー出身のロックグループアーハがコンサートのオープニングでも使用していた。ロンド形式のワルツ。ソナタや公共曲の楽章にワルツを用いることはチャイコフスキーの上等手段であったが、この楽章も例外でないワルツのリズムに乗って第一ヴァイオリンがそうするメロディーは親しみやすく有名である。この楽章の冒頭部は NHK 衛星第二テレビジョンの番組。 クラシックロイヤルシートのオープニングで使用されている。エレジーと題されているが全曲にわたって長調である。三部形式だが中間部はメイン主題の自由な変装でかなり長く、また助走も再現するという独特の形式である。ホモホニックで印象的な助走に始まり、三連符のリズムに乗って様々なセーブで淡々とした歌がそうされる。 バイオンを響かせた終始の和音から直接第四楽章につながれる。自由な変奏曲とロンド形式を組み合わせたような楽章。ロシアの主題によるフィナーレとあるように、助走もメイン主題もロシア民謡を基盤としている。第三楽章から続いた和音によって開始され、そこから穏やかであるが感動的で何かが起こりそうな助走となる。主部のモチーフが示され、 主部に流れ込む。集結部に第一楽章の助走主題が再現され、堂々と全曲を閉じる。ありがとうございます。